はい、どうもゆきゅうでございます。今日のワインはこちらです。ほいほい、これはね、ブルゴーニュ、フランスのブルゴーニュ地方の白ワインです。シャルドネというブドウ 100% で使ってるワインで、さらにブルゴーニュなんですけど、地区がこれ一応ね、マコンフィッセって書いてあるんだけど、この地域がね、一応マコネっていう地域がブルゴーニュにあって、すごくブルゴーニュは有名な白ワインがモンラシェとかね、そのムルソーとかそういうのがあるんですけど、その地域よりもっと南に行くとマコネという地域があって、まあそうだね、ボジョレっていう赤ワイン、ボジョレ・ヌーボーができる産地の少し北で、ムルソーとかの、コートルボールって言われるところは少し南、その間ぐらい、ボジョレとコートルボールの間ぐらいにあるんですけどちょっと早口言葉になっちゃったっていう地区かな。分かったかなまあいや、地図を出しとこうはい、という感じでその地区で作ってます。で、もともとはシャルドネというブドウはブルゴーニュでは、ものすごく高品質なワインができるっていうふうに言われてるんですけど、このマコネ、この地区だとどちらかというと、もっとおおらかな感じですごく普段飲みしやすい感じの、フルーティーな感じ、結構果実がしっかりしてフルーティーなタイプが、できて、本当に若飲みでぐいぐいいっちゃうような感じのシャルドネの白ワインができる地域なんですけど、この作り手はね、ドメーヌ・バローっていうんですけど、ジュリアン・バローかドメーヌ・バローでいいかなのこのワインは、その地域の中でもすごく繊細で、かなり高品質なワインを作る生産者です。で、僕はすごい大好きなんだけど、作り方もすごく自然に寄り添って作るから、余計なことをしないで、もう結構白なのに珍しくろ過もしてないっぽいんだよね。そう、無ろ過だし、自然な酵母で発酵させて作るし、かなり作り方もこだわってやってる生産者です。で、何回かワイン、この人のワインは飲んでるんだけど、この人は結構種類いっぱい出てるんだよね。で、種類いっぱい出てる中で、今回このマコンフィッセっていうのを買ってきたんだけど、これはちょっと3000円しないぐらい、2000円台後半ぐらいで買えたワインなんだけども、かなり多分そのコスパはいいと思うんでね、そのぐらいの買える価格で買えるワインとしてはすごくいいワインになってるとは思います。今回ね、本当に他のいろんな種類があるので、見かけたらぜひ試してもらえたらと思うんだけども、とりあえず今回これをマコンフィッセ飲んでいこうと思います。雪男ワイン、いいコルク使ってる。結構やっぱり色もね、しっかりしてるな。シャルドネの中でもこのぐらいは結構しっかりとした色な気がする。果実味が豊かな感じの白ワインができてるっていう雰囲気はあるね。どうだろうな、飲んでみないとまたあれだけど。それではいただきます。わー、いい香り。でもすごくナチュラルな作りをしてる生産者のこの感じはあるね。すごく柔らかい感じのフルーティーさはあるんだけど、でもそのちょっと中にはミネラルだね、ミネラリティがあります。ちょっと石灰っぽい、長期なミネラルも感じつつ、でもやっぱり主体になるのは結構しっかりとしたフルートゥーですね。フルートゥーがありますね、やっぱり。でもやっぱりこのただフルーツの香りだけじゃない複雑味っていうのは多少感じられるので、ここはやっぱね、すごいと思う。本当にマコンじゃない気がする。本当にもっとマコンはなんか、ちょっと昔のイメージかな。最近飲んでなかったからだけど、すごい果実味があって、もうボリュームがあるっていう感じ。すごくいい香りだと思います。はい、普通にコートドールっていうちょっとそのムルソーとかね、モンラッシュとか、そういうのがある地域なんだけどのシャルドネって言われても分かんないよね、結構ね。と思っちゃう。飲んでよ。うまでもちょっと飲むとふくよかな感じは出てくるかな。なんかこの他のラインのワインも作ってて、ちょっと高めのワインになるともっと引き締まってよりギュッと高品質なワインがあるんだけど、これはちょっと優しい感じかな。中でもふくよかな果実があるし、そうでもこの香りの繊細さ、すごいな。なんかやっぱりいいよね。ちょっとね、こうなんかとろっとしたとろけるような果実があるから、それすごい好きなんだよね、こういうニュアンス出るの。美味しい、美味しいわこの製剤が好きだな。やっぱりちょっと蜜っぽさも出てくるかな。若い2016年のワインなんだけどでこの蜜っぽさが出るっていうのは、やっぱりしっかりいいブドウ、熟したブドウで健全なブドウを使うと、この地域はこういった香りが出やすくなるから、もうどんどんスワリングすると香りが立ってくる。美味しい。本当にナチュラルに作る生産者の香りって、この柔らかいちょっとミルキーな乳酸的な感じもあるんだけど、そのミルキーさとそのちょっとミネラルが一緒になって2つになってきて染み渡る感じの味わいって、すごくね好きいいですね。やっぱシャルドネってうまいよねなんかシャルドネいっぱいタイプがあるからね。これもそんなに樽の香りを強く感じるタイプではないから、もっとねこう樽をかけてちょっとしっかりボディを厚いタイプに作るシャルドネもちろん好きだけど、これってやっぱりすごい柔らかいナチュラルな感じのニュアンスを持ってるシャルドネはすごいいいです。これはねもっと時間かけると少し香りも開いてくるかもしれないので、ちょっとこれからそれを楽しもうかと思います。ということで本日はねこの、ブルゴーニュ、フランスブルゴーニュの、マコンっていう地域ですね。マコネどっちでもいいんだろうけど、ちょっと夢中になっちゃったね。マコネ地方ですねのマコンフィッセっていうワインです。作り手はダニエル・バローですねの2016年もねすごく収穫が落ちた時期で、でも赤だったのかな。この地域はちょっと分かんないんだけどね、結構2016年は難しい年だったみたいで、収穫も落ちても生産量もすごく減っちゃった年だったみたいなので、そこがね生産量が減ったっていうのはすごく栽培農家としてはね、苦しい状況に陥った年だったので、そういった年のワインをこうやって飲めるっていうちょっとねありがたみも感じつつ、今日は、このワインで美味しいディナーをちょっとね家でねディナーをしてね幸せな気分に浸ろうかなと思っておりますということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきえでございました。じゃあね、バイバイ。